3時になりました。今日はなんとか順調に秋のつぶやきが始まりそうです。今日は第84回の今年最後の秋のつぶやきになります。今日はもう12月の29日の木曜日、年末ですね。明日、明後日がもう大晦日か、ギリギリの今年最後の秋のつぶやきになりました。前回は11月17日に配信してたので、結構なんかもう2ヶ月ぐらい空いてる感覚するんですけども、1ヶ月に1回なんとか秋のつぶやき配信できてます。はい、でですね、じゃあ早速お知らせを移りたいと思います。クリスマスはもう終わりましたけども、11月24日はドイツクリスマスマーケット2016に行ってきました。これは梅田の、空中庭園のところにある、空中庭園のところの下でやってる、ドイツの雰囲気が出てるイルミネーションって言ったらいいんかな。なんかね、もうとりあえずホットワインがあったり、あとウィンナーやね、でっかいソーセージとパンが売ってたりとか、あと私が毎年いいなって思って食べてるのがピザ、なんかこんな四角いめっちゃサクサクしたピザが売ってて、それが秋のお気に入りです。であとは何やったかな、クリスマスらしいキラキラした置物やったりとか、なんか一枚一枚手作りの、が書いてあるお皿やったりとか、食器やね、何これって、バームクーヘン、バームクーヘンなんかあったっけ、長いバームクーヘン、ワッフルのことかな。ワッフルでした。はい、それもあったね。確かにね、クリスマスの形したワッフルが売ってました。あとは、そんなもんかな。結構ね、場所的には狭いんやけど、その中で結構いろんな数のお店があって、まあまあ十分楽しめると思います。でその日は、安倍の天王寺イルミネーションにも行ってまして、これはね、まあ、安倍の町一帯がなんか結構いろいろクリスマスっていうことでイルミネーションやってるんですけど、ヒューズモールから始まって、新しくできた歩道橋のところとかも綺麗にイルミネーションされてました。そう、まあ、そんな感じで11月24日は、イルミネーションの日でした。でその次12月入って、5日の月曜日は秋とおしゃべりを夜に配信してまして、これもついに第67回になりました。早いね、67回ね。まあまあ相変わらず内容は覚えておりません。なんやかんや喋ってたかなっていう記憶だけがあります。はい、で12月8日の木曜日は河内長野の寺ヶ池クリスマスイルミネーションを、散策に行ってきたんですけども、寺ヶ池っていうところ自体初めて行ったんですけどね、なんか地元の人のためのイルミネーションかなって思ってたんですけど、結構本格的にいっぱいキラキラさせてたから、なんか地元の人じゃなくていろんなところから来るんやなっていうのを思いました。なのでまあわざわざ行く価値はあると思います。結構ね、有名じゃないかな、のりさんは有名って言ってるけど、境の人たちは知ってるかもしれんけど、その他の人たちは多分あんま知らへんね。寺ヶ池っていうのも私初めて聞いたし、だから穴場的イルミネーションスポットかもしれないです。でその日にもう一つ堺大祭イルミネーション釣りっていう、堺大祭イルミネーションっていうのが、今年堺でやってた
イルミネーションのタイトルなんですけど、何言ってるか分からなくなってきたこれも撮影しに行ってきました。今年はあの 3D プロジェクションマッピングっていうのを使って、何箇所かあるんですけど、そのうちの1箇所に木が立ってて、でこの丸い球体が83個ついてたんやって、ポン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 って。でそこにあの子供たちが作った抽選枚の花びらを貼り付けてて、でさらにその球体にプロジェクションマッピングを映し出して、あの桜の木に見えるようにしてたみたいです。で私が発見したのが、その表側は桜の木に見えるけど、裏から見たら桜じゃなくて、なんかもっと濃いカラフルな綺麗な木っていう感じで、桜の木もね、あのちょっと近すぎると薄ピンクで、他の色とかも混じっちゃってるから若干綺麗に見えてなかったよね。で、なんかあんまり綺麗くないなっていうのを思ってて、で裏から見た時に私はおーめっちゃ綺麗って思ってでその後にちょっと離れたんや。じゃああの桜の方も薄ピンクの方がもうちょっと綺麗に見えたから、手前は離れて見た方がいいと思います。秋のおすすめね。なのでもし堺に行ってみたら、その桜の木は一番見てほしいイルミネーション であとはあの町沿いにね、ちょっと何番みたいな感じでイルミネーションやってるので、それもまた見てもらえたらなと思います。そんな感じで、イルミネーションを今年は多分今まで以上にイルミネーションやってるんじゃない。あ、そうや、なんか今年めっちゃ多いなと思った。その寺ヶ池のやつも見たことなかったから、それも行ったし、だってドイツクリスマスマーケットも今年初めて行ったし、で堺大祭のやつやろ、でナンバーも後で言うけど行ったやろ。今のところで4つ行ってるんじゃない、もう。え、じゃあドイツ、安倍の寺ヶ池、堺、ナンバー5個やん、もうな十分やと思いませんか、印象に残ったところは、やっぱりだって一番は私はドイツクリスマスマーケットのピザだねそう、そこのピザはほんとね、めっちゃサクサクなんよ。そう、あんまり他で食べれることのない食感と、なんかサイズって言ったらいいかな、もちもち感と、なんか違うんよね。だから一番食べたいって思う。で、あとね、一番最初何年か前に行った時のなんかチョコレートのなんかがめっちゃ美味しかったんけど、それはその年だけで終わってしまって、毎年見てんねん、今年は何あるかなってまた出てこへんかなと思ってちょっと覗いてるんですけど、もうピザだけはなくしてほしくない。オクトーバーフェスタはね、もうだってビールがメインやもんね。ビールとそのお祭りの雰囲気、なんか人とビールがメインな気がする、オクトーバーフェスタは。でドイツのやつはどっちもドイツ、そうやないとクリスマスマーケットの方は食べ物と光がメインな感じ、あんまり人はメインじゃないよね、あっこは街がメインな方だから。同じドイツやけど全然違うよね、ビールないしね。あ、わかった、ビールかワインかみたいな感じじゃん。オクトーバーフェスはビールも完全ビールで、ドイツクリスマスマーケットの方はもうワインやもん、ホットワインと普通のワインと、あとお酒飲まれへん人用にあのブドウジュースも置いてましたよ。12月15日は、蛍ヶ池のルシオールっていうモール、ショッピングモールがあるんですけども、そこで、若林美希さんですね、2015年の1月29日にライブをしてくれ、もう2年経つんかっていうぐらい、私は1年ぐらいちゃうって言ってたら、のりさんがちょっと記事見てたら1月29日や2015年のなんて、もう2年かっていうぐらい、もうあっという間に過ぎちゃってるんですけども、スペップの企画で若林美希さんという方がライブをしてくださって、その方とまだ、お会いしたことがなかった、お名前だけ聞いてた久井さんっていう方のライブが
同時に2人、同時っていうかあの時間は違うんですけどね、同じ場所でその2人のライブがあるっていうことで、この日は歌を聴きに行ってきました。ね、若林美希さんは髪の毛切ってたっていうのを私一番最初に気になって、もともとなんか髪の毛ロングのイメージが、ロングっていうかなんて言ったらな、まあでもロングのイメージがあったんですけど、帽子かぶってあったからちょっと分かりにくかったけど、めっちゃショートになってたんや。あれ髪の毛がないっていうのにちょっと目いってしまってそうで一緒に写真撮ってもらったから、またちょっと見てみて、イメージが全然違う。でも顔はもう若林美希さんやったから分かるけどいやだって女の人って髪の毛でだいぶ変わるからね。そうで久井さんはね、初めて聞いたんですけど、普段喋ってる感じと歌ってるイメージとが全然違うくて、でなんか歌の歌詞とかはすごいストレートな歌が多かったです。久井さんの祈りっていう曲を今日流すんですけど、その日も、ライブの一番最後の歌で歌ってました。でなんかこれはある時に、なんとなくもう頭に浮かんだ疑問とかなんかそういうのをストレートに書いたのがこの曲になったっていう曲やねんって、うん、だから聞いててあんまり頭使わへんくても、ああそういう風に思ってんねんなとか、そういう考え方の人なんやなっていうのがすごい伝わってくるいい曲やと思いました。はい、あ、そう、曲を流すっていうのも伝えて許可ももらってるので、今日はこの久井さんの祈りを聞いていただきたいと思います。はい、それではどうぞ。ねえどうして世界は笑わないのだろう。ねえ矛盾にも世界は美しいのだろう。ねえ生きるって伝わらないことだらけ。ねえわがままな愛が渋滞してる。夜空の下で呼吸をする小さな心たちが星に祈りをする。あなたに会えたこと感謝してる。一秒の思い出も愛しい。あなたが生きたこと讃えよう。世界が笑えるように泣かないでいて。人のせいにして自分を守りたがる。人はきっと完全なものになれない。うなずく自信がない結果ばかり傷を縫い合わす。針が折れかけている。どんなに望んでも戻らない計り知れない心。
世界中に優しい順にも世界は美しいのだろう。はい、まあ、聴いていただいた曲が、さえさんの祈りという曲でした。まあこの歌を聴いて待って、もう横でめっちゃいいですね、いいねずっと言ってるもう多分イメージがね、この歌からもうできてしまったかもしれないですけど、そのイメージの久江さんとはもう全然違いますなんかもうあの女性っていう感じのなんて言ったような歌声をしてるんですけど、もうほんと可愛らしい女の子方面の感じなんね、本人さんは。本当にそう可愛い可愛い女の子から急になんか歌い出したらもう不安って女性になるのような、なんかもう本当に全然違う感じのギャップがある女の人でした。この祈りっていう曲以外にもなんかめっちゃいい歌がいっぱいあって、でこの時は結構バラード系の歌がすごい多かったけど、他にもいろんなジャンルを歌っているそうで言ってました。今日はこういう歌ばっかりやったけど、またワンマンもやるらしくて、その中ではもっと激しめの曲を歌ったりとかもしますって言ってました。で CD とかも結構出してるみたいで、その時はこの CD1 枚だけをいただいてきたんですけども、これは8曲入ってます。一番最後の曲が祈りなんですけど、あとは、嘘つきな宝石箱とか青の空とかわがまま涙とか一人の恋、不届きな願い、電車からの空、地獄ドライブ最後のやつ一語やと思ってた、地獄やったからちょっとびっくりしたなんかユーモアでも、しかも可愛いね、地に点々で語に点々空で地獄って書いてあって、漢字じゃないよね。中にサインがあった。そう、中にね、ムンさんへのサインが入っております。じゃん。恋愛に感謝って書いてるからね。本当なんか本当にね、人とのつながりをすごい大事にする、すごい大好きな感じの人でした。あったらわかる。あったらわかるから、またスペップでもこの久江さんでライブを企画したいと思いますので、その時はぜひ聞きに来てください。もうね、一回やったらファンになるよっていうのがわかるぐらいすごいおすすめな人でした。で、その時に若林美樹さんの CD も何曲か置いてあって、でもライブやってもらった時にのりさんが CD を買ってたんですけど、これは持ってなかった曲なので、若林美樹さんもね、本当に聴いたらみんな好きになるよ。でほんまにこの人もね、若林美樹さんの歌聴いてても、あ、もう本当に歌が好きなんやなっていう、歌ってる時の顔もすごい好きな、めっちゃなんか優しそうな感じの顔するし、オーラもなんかふわーんってしてて、で歌が大好きですっていうのがすごい伝わってくるから、聴いててめっちゃいいよ。イメージ違うねんな。この時は髪の毛長いでしょ。ああ、そうそうそう。それが本当首のここぐらいまでになってたから。全然違う。え？全然違うねん。だからまた見てみてください。そう、道間違えてちょっと若林美樹さんのライブに遅れてしまって、聞けたのが良かったけどね、本当ね。
そう、結構ギリギリやった。で、あのその日何回かライブやってたけど、一番最後の回にお見に行こうとしてたから、それを逃すともう完全アウトやったから、よかった、ギリギリでも間に合って。ぜひまた見てください。若林美樹さんと久井さんです。うん。で、12月22日木曜日は、ナンバ光旅イルミネーション。これが今のところ最後のイルミネーションです。行ってきました。ナンバパークスはね、本当に、大阪でおすすめのイルミネーション。5位以内に入る。今ちょっと簡単に言ってしまったらあかんから、思いつかへんねんけど、思いつかへんから今のところ1位になっちゃうねんな、私的には。でも他に1位があるような気もするからな、1位を残しといて2位にしたい感じもするけど、思いつけへんだったら1位でもいいやんって思ったりもするぐらいのイルミネーションです。大阪でか。そう、大阪で。うん、まあ1個は理由としてはやっぱり無料。そこって大事じゃない。だってお金かけて、お金を取ってやるってなったらさ、やっぱその値段によってなんぼでも使えるやん。電気も使えるし、なんか工夫とかもできるねんけど、ナンバパークスはあのそのもうショッピングモールのところでやってるから、本当に完全無料なんよね。その無料の中でできるクオリティを超えたイルミネーション。そう。たまにはやっぱり喋れるから。そう、だから、なんか、やっぱりイメージがめっちゃいい。プラス、めっちゃ綺麗から、もうすごいってなるのよね。そう。当日でもね、雨やったから、若干その動画的には暗く見えてしまうかもしれへんけど、うん。でも雨でよかったよね。雨じゃなかったら逆に人で人で撮られへんかったから、それでも結構人おったもん。やっぱ前の方で写真撮ったりとかする人多かったから、うん、よかった。で、私が普段行くところは3階とか4階とかのイルミネーション見ててんけど、8階まであって、で8階になんかメイン的なバンっていうイルミネーションがあった。だからそこまで行ってない人絶対いっぱいおると思うねんけど、見てほしいね。今年初めて行ったもんっていうか知ったもん。そう、毎年パークスには行ってたんやけど、あ、こんな大きいところまでやってたんやって思って、そのランキングが急激に上がったっていうのがあるね。ちょっと小っぽくて、小、そうそうそう、なんかね、で意外につながってるねんな。3,4 階にイルミネーションやってるところにちっこいティンカーベルがピンピン飛んでんねやか、飛んでてん、ライトがこうピューンって飛んでんねん。で、実はそのティンカーベルは8階のでっかいお花のフラワーのメインのイルミネーションにおるねん。知ってた？それ真ん中にボンってお花があったとしたら、その右と左もおったかな、右には絶対おって、私右側で見てたから、にティンカーベルがあって、で気づかへんねん、気づきにくいねんけど、たまたまタイミングよく一回ライト消えてん、のりさんが撮影してる時に。でなんかお花が突き出して、ちょっとチカ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 、なんかその演出みたいなのが起き始めた時に、ティンカーベルだけをバンって映した時があって、あーってなって気づいて、でその後に帰りに 3,4 回見た時にこう飛んでたから、あのティンカーベルここにまでおりやんってなって、なんかその上と下のイルミネーションが全部つながってるっていうのが発見。すごい。何？なんか吹き出されてんけど。そういうところに気づいてん私。12月22日のそのなんば光旅の日に、御堂筋イルミネーションもちょどっと橋の方だけ映しました。あのなんばから梅田までつないでるイルミネーションなんですけど、多分動画に残ってる、あったやん、あ、赤い、さ、ピンクのイルミネーションが気にあって、細かったやん、あれあれシャンパングラスをイメージすねんねんて。
あの木がいっぱいあるのに対してイルミネーションはこんだけ真ん中にな、そう真ん中にこんな感じでピンクの濃いのが映ってたんだけど、うん、あれはシャンパングラスって、うん、そうだから細かったんや、シャンパングラスって細いや、うん、そう、うん、納得した。でもこれを何で見たんで、実際もしかしてイルミネーションのあの御堂筋イルミネーションに対しての記事を読んでないかもしれへんね。なんか違うやつで、あの細くやってんのはシャンパングラスのイメージでっていうので、あ御堂筋のやつもピンクやったって思ったかもしれへん。いいどっちやったっけ、彩られていますがほんまやねんな、そうなんとかかんとかめっちゃはっきり喋ってんねん、彩られていますって言いたかったんやけど彩られていますって。そうでも今日でもどっちか分かれへんくなってて、彩られていますってそこはのりさんが削りたかったらしいけど、もうどうしてもやっぱ削ったらおかしくなって削られへんから、そのまま動画で配信されていますので、またよかったら見てください。これで御堂筋イルミネーションは終わります。ナンバのね、光旅のやつは2月までやって、結構長くやってる、あのクリスマスをイメージしてね、一応ツリーも置いてあったけどクリスマスをイメージしたやつじゃないから、冬の風物詩的な。ドヤ顔してもらった感じでやってるので、ここはぜひ見てください。本当におすすめのところなので、すぐ汚すからな。うん、よし。ね、このワインはサルバライキャンティっていうワインで、イタリア産のワインです。あ、ライトボディ赤ワインやって、さっき開けてもらったばっかりやの、だから結局飲むんかいなって。ほんまやで、つぶやきやのに、おしゃべりやったらな、いつも。ちょっと待って、ティッシュ握るわ。おしゃべりやったらないっぱい飲めるけど、まあね、つぶやきは酔っ払ったらあかんってやるから。そう、年内最後やから。じゃじゃーん、このグラスはアキがのりさんに。ではいただきます。いい感じの色、赤っぽいって言おうとしたんやけど、そう赤の色やね。赤ワインです。赤ワインで、なんかね、優しそうな丸い感じの匂いがする。思ったよりきつかった。強めの味、めっちゃ飲みやすい、めっちゃ飲みやすい、美味しい。2月12日の日曜日夜、だいたいまだ考えてないけど夜7時ぐらいかな、バー松の明かりが13周年に入りますので、そのお祝いライブをステップが企画したいと思います。で、誰が出るかはまだ未定なので、とりあえず日にちだけ開けといてください。2月12日です。ではエンディング、明日の夕暮れを流したいと思います。聞いてください。
りとかいろんなイベントをやりたいと思ってますので、ぜひ皆さん参加してください。遊んでください。一緒に楽しく飲みましょう。来年も来年でまた素敵な抱負が語れるように成長したいと思います。まあ大人になったからな今年は少しだけな。よりもうちょっといろんなジャンルを飲んでみようかなと思う。あ、そっち？何やったっけ？いろんなジャンルになんか興味をみたいな感じやと思った。お酒のことしか頭になかった。ウイスキーに行くかな、テキーラに行くかなってなった。まあ好奇心は相変わらず旺盛なので、またいろんなことにも興味を持って、いろんな場所にも行って、とりあえずビーチ全部制覇して。来年の目標でね。はい。はい、あ、そうだ。またやるのか。いや、やろうと思ってるそうです。この松の会長。松の会のやつはまた別なんですけど、明日の夕暮れのこの今聴いていただいてる曲、八木秀幸さん。ハーモニカライブ本当にね、すごい簡単そうに弾くんやけど、今のりさんが同じクロマチックハーモニカを練習してて、なんか、だから相当すごいんやなっていうのが改めて思いました。息を吐いて吸うだけじゃなくて、なんかあれは横にずらしたりもして、やり方が普通のハーモニカより多いし、ちょっと違うね。終わり。じゃあ、来年もよろしく。